はどの英語のアクセントが好きですか? I feel like that was really my first acting school. One last but interesting point. Many Chinese people make their investment decisions based on the zodiac sign index. Without you, I wouldn't be doing what I love, and it just means so much that you always support me and you're like the nicest people ever. So I thought it would make it so much easier if I got into that, being such a popular sport, and then... My diet tip would be eating fruits and vegetables. Stop smoking. Stop. Because in Paris, we love so much smoke. The Atencios are here from Venezuela. Do you go to school in a donkey or a canoe? I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2. 私はアメリカに来てから英語の発音に対して考え方が180度変わりました。英語の世界はもっと広かったんだなって思います。街を歩いていたり、キャンパスを歩いていたりすると、ヨーロッパなまりの英語だったり、インドのアクセントだったり、ベトナムのアクセントだったり、アメリカ英語とかイギリス英語が正しいとされる日本でだったら、間違いだって思われるような英語をたくさん聞きます。でも、どの英語も正解なんです。だから日本にいた時に私が頑張って聞いていたアメリカ英語って何だったんだろうなって思う時があります。何がアメリカ英語の基準なんだろうって。そこで思ったのは、もちろん英語をネイティブの人から習うっていうのは、英会話の上でも英語を勉強する上でもすごく大切なことだし必要だと思うんですけど、ただアメリカとかイギリスのネイティブ英語が正しい英語で、それが全てで発音も何も全部彼らのように発音できないとダメっていう、その雰囲気が日本で英語を話したい勉強したいっていう時に一つの足かせになっていると思います。日本語訛りの英語は恥ずかしいみたいなね。でもですね、アクセントっていうのは一つのアイデンティティなんですよ。自分がどういうバックグラウンドを持っていてどういう人間なのかっていうのは表す一つの大事な手段だと思うんです。そのアクセントをなくそうっていうのはアシミレーションって言って、アメリカならアメリカ、その国に溶け込むために自分のアイデンティティを捨てるっていうことに近いと思うんですね。だから英語を習う段階、自分の英語を向上させようと思っている段階でネイティブと話したりネイティブの人と一緒に勉強するのはとっても大事だと思うけど、極端に私たちがアメリカの発音しかダメ、イギリスの発音しかダメっていうふうに思う必要はないし、日本人の私たちが日本語なまりの英語を話して何が悪いって思うんですよね。私もあります、英語のアクセントで日本人だって言われること。 Hey, nice to meet you, I'm Haruka. Nice to meet you too, are you Japanese? Yeah, but how did you know? Oh, could your name and your accent? でもね、それも一つのネタになって、 Okay, seems you know about Japan very well. Have you ever been there? No, but I'm really interested in the culture. Cool, I'm 100% Japanese, but let me clarify. I'm not from Tokyo or Kyoto, I don't know much about anime, but I love sushi. But ninja doesn't exist there anymore. 今の後半は本当にネタだけど、日本っていうのが話を広げる上でのいい種になるっていうのは本当に思います。なので日本語発音の英語が恥ずかしいって一番思ってるのは日本人で、相手からしたらその日本アクセントの英語どうこうよりもその会話の内容の方がよっぽど重視されてると思います。例えば大学の授業とかで評価されるのは、わけわかんないすっからかんな内容の話をするネイティブスピーカーの生徒と、アクセントもあるしネイティブじゃないけど的を得た話をする生徒がいたら、こっちのネイティブじゃないけど的を得た話をする生徒の方がよっぽど評価されます。それからもう一つ足かせだなって思うのは、うちら日本人同士がうちわ内で英語を伸ばそうってやっていくのを邪魔し合うっていうことです。例えば正しい英語の発音をしても、 English, English, English. なーに、ここに海外かぶれが一人いますけど、ハンバーグでも食ってろって。ここ日本ですけど。 I'm more than happy to date you guys for my life forever.だからって日本のアクセントが入った英語を話しても発音下手って言われるんですよ。だからどんな発音をしても八方塞がりなんですよね。どっちみち足引っ張られるんです、ないないだと。ただね、そういう人たちは本当に関係ないので、引っ張られるための足は持ち合わせる必要はないですよね。英語を話せるようになりたいって思った時に出てくる問題って、話す相手からしたら私たちが思ってるほどそんな大きな問題じゃないんだと思うんですよ。まずは相手に伝えるっていうことが一番大事だと思います。私が英語を話す練習をし始めた時に、そのネイティブスピーカーの人と話してて一番嬉しかった瞬間っていうのは相手に伝わった瞬間でした。 Hi, nice to meet you. I like you. Oh, thanks, I like you too.
った。そんなたわいもない難しい話をしてるわけでもない会話だったんですけど、それを10年以上積み重ねてます。でね、その積み重ねを助けてくれる英語アプリがあって、とってもいいなと思ったので、シェアしたいと思います。キャンブリーって言うんですけど、アメリカ、カナダ、イギリスをはじめとした、英語が母国語の先生たちと1対1で英語のレッスンができるアプリで、24時間対応なので、いつでもどこでもその先生たちとお話しすることができます。iPhone でも Android でもパソコンでも OK です。このアプリで一番いいなと思ったのは、15分からレッスンができるっていうところです。1時間とかだとちょっとハードルが高くて億劫になることもあるけど、15分だったら学校の休み時間にちょっと頑張って話をするっていうような感覚でできるなと思いました。あと日本について興味のある先生を探すことができるので、日本について話すこともできます。これね、話してみた時にわかるんですけど、すっごい大きいんですよ、日本のこと話せるって。すごいこっちからすると話しやすいんですよね、知ってることが多いから。それに安心感も違うんですよ。ちょっと日本語が絡んでくることももちろんあるじゃないですか。スーシーとかシーブイヤーとか。だったらちょっと日本語を学んでたとか、日本語を話せるっていう先生もいるから、そうなると一気にハードルがぐっと下がりますよね。ちょっとやってみましょうか。Hi! Hi! Nice to meet you! Nice to meet you too! Good, how are you? I'm good! I'll type it. Chicago pizza. Meibutsu. Meibutsu. Yeah, like famous. Oh, it's called deep dish pizza. Oh, I've never heard of it. I think that's special. It is special. Yeah. How is it different from normal one? It's really thick. Oh, okay. And okay, it should be The sauce is on top. Oh, okay. Sounds good. And everything else is inside. Yeah. It's a little different. If you ever go to Chicago, you should try Chicago pizza. And Portillo's. Portillo's? I'll type it. Restaurant. It's only in the Midwest. I think they might have one in California now. What kind of restaurant is that? Pizza? It's like burgers. Hot dogs, Italian beef. Like American food. Okay, so I think... Oh wow, they've expanded a lot. I lied. It's not just the Midwest. There are two in California. Yeah, it used to just be in the Midwest, like Illinois, Indiana, Wisconsin. They don't come to Seattle yet? Nope. I'm looking at the map. Oh. Nothing in Washington. But the closest to you would be in LA. So what's your favorite American food? That's a hard question. I mean, there's only like three things. It's like burgers, yeah, burger, pizza, or... Pizza, yeah. What? Fries? LA, Chicago, and New York are the three big cities in the US. Three major cities, yeah. But everybody, I don't know. Like, Chicago's in a lot of movies. Movies? Yeah, like, wait, Chicago is the title of the movie, right? Oh, that's, Chicago. Yeah, that is a movie about, yeah. Yeah. But do you know Home Alone? I know. Love the movie. I love, that's in Chicago. Oh, really? I thought that happened in New York or something. Well, I think the second one was in New York. Oh, okay. But the original one is like the house that they live in was very close to where I grew up. I watched the movie, you know. That's my neighbor. Yeah. I'm like, wait a minute. I've seen that house before. Do you like the US? I do. Like so many kinds of people. Like, you know, there are only Japanese people in Japan, right? Like there's 99% Japanese people. Yep. I mean, that's also interesting, but the US is more diverse. Yep. Many, many cultures all together. Mm-hmm. Well, it was nice to meet you. Nice to meet you too. Have a good night. It's 7 p.m. So. Yeah. Bye. 会話を始めるには自分の日程に合わせて事前に予約することもできるんですけど、常に先生たちが待機しているので、その場ですぐに会話を始めることができます。特定のトピックで先生を探す際は検索バーに直接タイプすると関連の先生を探すことができます。終わった後も自分が話している姿を客観的に見て復習できるので、そこも一つの特徴かなと思います。私が日本にいた時はこんなの本当になかったので、私がやってたのは週1回1時間かけて英会話教室に行くしかなかったんですよ。ただね、もうこういうのがあると本当にパソコンとか iPhone1 台あればどこでもできるから、もうテクの進歩ですよ。値段も下手な英会話レッスンより安いなと思ったので、もちろん英語を話すのに慣れていたりとか自信があるっていう人はいきなり長いパックで日本語も話せないような先生と一緒に話してみるのもいいと思うんですけど、まだね、そのちょっと不安だなっていう方は、さっきお話ししたみたいにまずは15分で日本のことを分かるとか日本語をちょっと話せる先生を探してみてレッスンをしてみるっていうのが私のおすすめです。それ長
い時間1時間っていうのをボンって1週間に1回やるよりもそういう15分とかっていうのを週3回とか週4回とかってやっていった方がどっちかというと効果的だなって思います。 URL を私の概要欄に貼っておくのでそこから飛んでもらえると特別に15分間無料試し体験ができるのでちょっと話すのに自信がないなっていう人も勇気を出してこの機会に15分間やってみてはいかがでしょう。多分英語を勉強してるとか英語が話せるよとか留学中だよっていう人が多分見てくださってる人だと多いと思うのでもし自分がやっていた勉強法とかおすすめの方法とかがあればぜひコメント欄で教えてください。そしてこの動画がいいなと思ってチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。最後に誰かさんがこんなことを言っていました。英語だって言葉なんだから強いも弱いもねえだろって本を読め本を。